皆さんこんばんは今日は私がたまに作る、えっと、美肌レシピの玄米ライス玄米人参ライスをご紹介したいと思います作り方はとっても簡単で人参をこういう大きいまな板であの細かく刻んであのご飯と混ぜて炊くだけです、えっと、この赤いチリチリしてるのはサフランです、えっと ご飯に色をつけたくて、あのニンジンの粒粒が残るのが嫌な人はこういうあのグラインダーで細かくあのした方が、子供がいる家庭とかあの野菜嫌いな旦那さんがいる家庭だったらいいかもしれません。えっと私はこれは私用に作っているあのご飯なので。 自分好みに炊いていますが、えっと、にんじんが嫌いなお子さんがいる家庭とかはもうグラインダーで細かくしてあんまり量は入れないことをお勧めいたします、えっと、今回はオーガニックの3色の人参を使ったのでこの黄色いのはポテトじゃなくてこれも人参ですでこの紫っぽいのも人参ですなんかビーツみたいですよね色はで玄米は1日以上 あのちょっとビタミン C 入れた水に浸しておいて少しだけ発芽させていますだからちょっとだけ白い目の部分がふっくらしているのがわかるかと思いますわかるかなこの発芽寸前ぐらいの発芽玄米が一番消化しやすくて柔らかく炊けるしあと 1>, 1日から2日長い間水に浸しておいて浸しておいた水を捨てることによって玄米って残留農薬多いんですね。あの結構日本では玄米とかあとそういうなんて言うんだろうあ胚芽米とかそういうあの。 精製されてないものが体にいいっていうのはすごいイメージ強いと思うんですけど、栄養を全部摂取できるから、でもあの肺がの部分って一番残留農薬が溜まりやすいので、玄米が体に悪いっていう人もいます。実際あの玄米は消化に悪いんですね。あのだから白米食べた時とほとんどこう体が実際吸収する栄養は変わらないんじゃないかっていう説もあって。 あの私としては発芽玄米がベストだと思います消化しやすく柔らかく味も一番美味しいしあと残留農薬も抜けるのであの家で作る発芽玄米は本当におすすめです簡単で発芽玄米買わなくても玄米買ってきて水に長くつけておくだけですまた発芽玄米の作り方の動画も私の youtube チャンネルの中であるので興味がある人は見てみてください 基本人参ライスはこのようにご飯と人参を混ぜて炊くだけなんですけど私はこの DHC のビタミン E も一粒入れますビタミン E 入れると料理にビタミン E 入れると酸化しにくくなるしあと冷凍ご飯を冷凍した時も味が落ちないのでおすすめですあと結構人参臭さとあの玄米の 何て言うんだろうあの玄米ってあの特有のやっぱ味があるんですねをまろやかにするためにちょっとその臭みを消すために私はお米235に対して日本酒1を入れますそうするとご飯もすごいふっくら炊けますでお塩は私入れないんですけどご飯炊く時はちょっと苦味りを23滴入れたりもします マグネシウム摂取あとお塩を入れたい人はこういう岩塩とかあと海のお塩ヒマ,ラヤヒマラヤ岩塩か海のお塩を入れるとミネラルがあの摂取できると同時に栄養価も上がるしいいお塩を使うことをお勧めいたしますとご飯を炊く時にあのご飯 ご飯は柔らかくて消化しやすいし、あと甘味、酸味、苦味とかそういう6つの味がバランス取れてるんですね。ご飯だけって食べないじゃないですか。ご飯となんかちょっと塩辛いものとか、あとちょっとあの甘みのある豆とかそういうあの味のバランスが取れていることはサトバを高める上でも大切だと言われています。 とアイルベーダーでサットバっていうのは純粋性とか進歩とか私服と訳されるんですけど、そのサットバが高まれば体が自分でデトックスでデ,デトックスする力も高まると言われています。とサットバを高める方法としてはそういう新鮮な野菜を食べるってこと以外にも愛情を込めて料理をするとかあと外に出る良い仲間と交わる。 えっと、あと感謝,感謝しててて食べるってこともとともも大事ですあと新鮮な食材とか季節に合った食材を使うってことも大事で、えっと、あんまりあの脂っこすぎるものとか塩,塩味が強すぎるものとか牛肉とか豚肉はさっと場をあの高めないです。 高めないいと言われていますあのグナという停滞停滞する力とかあのそこにとどまる力をあの高めるのがそういう結構脂っこいいものととかお肉だと言われていますですからあのもしサっと場を高めたいっていう人がいたらちょっとこういう風に人参とか何でも野菜なら何でも大根とかでもいいので。 細かく刻んでご飯と混ぜて炊くとビタミンもカロテンも取れてがんじんは目にもいいですしカリウムも結構豊富なのでむくみ解消にもなるしあと根っこのものなので体も冷えないしあこれに生姜を入れて炊いたりしても冬冷え性な人はいいですね。そうだから人参は結構身近なな食材なんだけどすごい美肌に いいのいいのでぜひ試してみてください参考になれば嬉しいですまた会いましょうバイバーイ。